ジメジメとした蒸し暑さ、まるでサウナに入っているような感覚で街を歩きます。私たちインドに来てしまったのでしょうか。ほら、象が見えてきました。面白いね。シャルダって言います。リトルインディアという町でした。オーしか行かないじゃん。珍しいものを見て歩くのって面白いでしょ。これなんて書いてあるかわかる？あー、ストップ惜しいね。坂道あるから。正解は坂道あるからゆっくり行ってねって。違う。車がゆっくり走る。おもちゃで遊びながら使った言葉でした。スロー。そう。道路の真ん中にも何か書いてあります。前に進んでいくというサインでした。日本でもおなじみのコンビニエンスストアへ。オレンジの匂いすごい。飲み物のミロはシンガポールではマイロと発音します。フードコートやレストランのドリンクメニューでよく見かけました。どれだけ綺麗でしたかっていうのを押してくださいって書いてあって、これがエクセレント、すごい綺麗だった。これがベリーグッド、これがグッド、これがポール、ベリーポールエクセレント、ベリーグッド、厳しいね。コンセント、日本のものとは少し違いますね。わかるよ。日本だってさ、そこ穴が何個？その通り、よく覚えていました。せっかくなので水着乾かすの手伝って。普段の生活の中でも何気ない発見がありました。Thank you for watching. Bye 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 bye.